これ本棚？本棚。なんでこのベッド？これはヤジのベッド。なんでなんで？沖縄来るときはもう絶対一緒に寝るって感じ。ほう。ほう。いつも私は一人で寝てるから。うん、若いときは母ちゃんと寝てたけど、うん、今一人ぼっちで寝てるから。うん、なんでヤジさんと寝たい？うん、もう絶対こっちに寝かそうと思って、うん、ヤジのために作ったベッド、はあ、私はなぜベッド嫌いかというと、うん、落ちるの、この枕をゴンと落としたり、うん、自分が落ちたりするの、うん、だからこれもこっちに引き寄せてるの、うん、落ちないために、ね、これじゃいかんからとヤジはベッドの方がいいだろうと思って考えてベッド作ったわ。ちゃんと言ってるヤジさんはほら師匠を自分が上で師匠が下で寝てって思うかもしれんから、ちゃんと言ってよ。それはうちの母ちゃんが私のところに来た時と一緒で、何や、母ちゃんをベッドに寝かしたので、私を下に寝る。ほうで、それで母ちゃんが、うん、私は上に寝て、あんた家主が下に寝たら、うん、私申し訳ないから一緒に寝てちょうだいと。ほうで、ちょっと待って、待って、一緒に寝たら、ちょっと待ってよ。今の話の流れだと、ヤジーさんにそれを求めてるっていうふうに聞こえちゃってしょうがないね。気のせいですかね。一緒に寝たいの。ヤジーさんと一緒にそこで寝たい。違う。私はそこ、こっちに寝るから、ヤジーはベッドにしか眠れないから、ちょっとヤジーの足のは出るかもしれないけど。ヤジー多分下に一緒に寝ると思うよ。うん。下なら、だから下でも一緒でもいい。ヤジーさんの時の師匠を下にして自分が上で寝るなんて申し訳ないっていうふうに言うかもしれないから、これはヤジーさんのために作ったからお前ここに寝ろって、そういうふうにしたら言った方がいいよ、ちゃんと。そういうことだ。だから言ってるわけ。私は自分だったら、私は今こっちで寝てるから。これはってあんたのために作ったんだな。それはヤジーのために作ったベッドだって、私はテレビそこにあるのがなぜか。眠りながら見れるから。あ、そういうことね。こっちに寝たら眠りながら見れない。ということなので、来た暁にはこちらのお手相のベッドで寝てください。こっちは寝てください。物置きでいろんなのを置いてあるんですよ。先生が本棚をアレンジして作ったベッド、ヤジのために作ったので、これは今物置きなんだ。今は物置き。ヤジかけたらこれを片付けてベッドに入ろう。今は物置きになってるのね。今は私の稽古用のベッド。椅子、大きな椅子ね。今ね、ヤンバルクイナ寝てるから、そこ。そうそうそう。ヤンバルクイナ寝てる。